前に村見だてったようらかさなっきと。そんなに説教レベルの ちょっとやめてもらっていいかだって、それ。一番やめてもらっていいやつ。7と見て盤面見えてる。一番やめてもらっていいかな、ほ、うんと。6か8に入れなきゃ負けるって確定負けなんだよ。1強人がいる時点で。もう2分1かけるしかないゲームで7と2が入れ合うっていう。楽しもうぜ。もう。はい。皆さん。レッツ。うん。ただ俺狼だったからね。3、4、5、6だったら多分心の中でもうイラッときてたんだろうね、さっきの試合は。真面目にやってた人たちが7番、2番のせいで、負け試合になるっていう。1、強だから、6か8のどっちかに入れなきゃいけないんだよ。2分1。50% 外したら負け。50% 当たってたらラッキー。くらいで。だけど、なんか7と2がなんかよくわかんないけど、悪ふざけしたのか、人任せにしたのかわかんないんだけど。7と2がマジで入れ合って、1番が投票放棄したら、5人の投票権失うっていう。みんなの票がそれぞれ割れて、あ、8番視点が一番驚きだろう。4番がラスト位置でかっこいいこと言ってくるで、一瞬強人かなと思ったけど、うん、8が釣れる流れが、3番が8って言ってるのに奇跡的に8はないって言って、4番が釣られ、そして1番が強人で出てきて、そもそも3、4の3日目に強人っていう強人あんまりいないんだけど、6番、そしたら7人が入れ合うっていう奇跡の展開で、各城の2人同士が、はい、私占い師でございます。5番さんが白です。5番さんが白、把握してください。そうですね、まあね、このゲームね、とにかくね、霊媒師さんね、さっさと出てきてほしいですね。1巡目で口頭でさっさと出てきてください。6番って名前変えまくるのもあれだけどさ、まあ自分目線の話になっちゃうんですけど、霊媒師さんが、ね、君失敗したよね、平和村の意味の位置で、ね、占いから騎士すらして2日目霊能で出たけど、新霊能だったけど、ね、信じてもらえなかったよね。考察巡りますんで、はい。君さ、これ、ね、毎度言ってんだけど、周り見てくんだよ。では、これ私の、ね、この村でやったら危険だろ、7番とかいいんだから。危険だろ、もう。出るかとかね、そういうことによっても変わってきますんで、2巡目に、指示したいと思います。秋の試合見てるんだったら、とてもじゃないけど、出るようであれば、あ、そこが人狼強人か判断して、また白崎、いい、その白崎も、うん、囲いがあるかどうかね、話を聞いて判断したいと思います。はい。人見てきゃってくんない。じゃあ2巡目、よろしく。7番のプレイヤーが発言します。よろしくお願いいたします。村人陣営です。そうですね。6番さんにちょっとアンサーしたいんだけど、霊能師、今すぐ出てこいと言うんだが、5番さん以外出てこいって言うんだったらわかるんです。6番さん目線ね。うん、だって、片白。うん。もう6番さん目線、角白でしょ ?5 番さん。だから5番さん以外出てこいぞ、出てこいって言うのはわかるんだけど、うん、今すぐ出てこいとかって、うん、それちょっとないかなと思っていて、うん、だって、ね、5番さんは霊能だったらどうすんの ?6 番さん。自分の白崎だよ、うん。そこちょっと考えてほしいなって、うん、おそらく6番さんの対抗、おそらく出てくると思う。うん、だから僕は対抗出てきた瞬間、うん、その人を信じただと僕は見ている、うん。今の段階で6番さん、申し訳ない。あなたのこと強人だと思ってます。以上でーす。まあ、8番みんな許してくらいいんじゃね、まあ、チャットに関しては。チャットに関してみんなチャットが出てくるのはそうだから。はい、番占いです。流れ的にはね、あんまりダメだよね。7番さんいい考察だなと思う、うんうん。なんか6番霊能出てきてほしいというけど、それよりも27だったね。どういう風で5番さんから出てきてほしいのかどうかっていうのが、その7番さんの言葉は良かったと思うよ。うん、俺はもう白なのに投票入れ合うっていう。もう村すら番、うん、それはダメだよね。そこは6番の強人か狼か分かんないけど、一緒けど。じゃあ7番さんが6番強人を気にするのがちょっと早いなと思って、狼用はないって思ってるのかな。7番さんの発言でなんで6番が狼なかったのかちょっと気になったけどね。5番、まあ5番の話聞かないと分かんないけどね。霊能は逆に、俺は2番さん以外なら出てきてほしいかなって感じ。特に5番さん霊能だったら出てきてほしいなと思って、もう、そこを占いはなくていいんで。騎士に関しては2周目で言いますんで、盤面決まってからよろしくお願いします。9番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。まあ、プレイってシンプルにしなきゃダメなので、占いだったら占い。霊能だったら霊能っていう風にやらないと人に分かってもらえないんですよね。うん。周りのこと、周りの人のに、が、理解してくれないであろうって思えるのが上手い人なんですよ。うん。だからこの村だと理解できないから変わった無謀を取らないっていうのが、
賢いプレイヤーなんですよ。それも考えられないプレイヤーで、変わったプレイ、トリッキーなプレッパーばっかり考える人がいたら、それ勝てないんですよ、村は。とりあえず、柱発言とかね、役を使いしたりとか、村っていうのやめましょうよ。人はわかりません。あなたの村なんて。うん。そして、まあ、村を残しておかみ釣りたいですね。6、8の星座はわからないです。7番も2周目聞かなければわからないです。うん。村を残しておかみ釣りたいんでね、SG1 の村人を残して白露釣りたいです。狼釣りたいですね。狼釣りますよ。うん。SG1 の狼釣りますよ。うん、以上です。はい。1番のプレイヤーが発言します。久しぶりにこのコメント言ったな、今日。はい、私が霊能で、霊能ばっかりだったせいか。5番と2番から霊能が出ることは絶対にないです。霊能占いで、つむらがなかったのか、俺。だから、6番と8番の発言聞いていたら、6番の方が死んじゃないのかな、と思ったかな。そこの位置で出てるかもしれないけれども、うん、霊能も、たっとと出てきて、って。霊能、例えば2枚やったら、もう霊能釣り切るから、その間に占い師メリットあるんで、2つ占えるから、霊能釣り切ってる間に。っていうところで、6番の方が死んじゃうんかなと思ってる。うん、8番の方が死んじゃうんっけね。って私は思ってるかなっていうところかな。まあ、2号から、霊能出てきたら、そこを強靭やから、釣った方がいいんちゃうとは思ってるかな。だから、7番が6番狼ないって言ってるところを、2番のプレイヤーが発言します。はい。ですね、占い真偽は、わからないですが、7番さんの、なんか6番さんを偽視して霊能っていう理由が、なんかその、自分の城先以外って言わなかったからっていう、その一点で言ってるんですけど、6番さんっていうのはその、自分の、まあ、狂人がどうかっていうのは、なんかそう言ってたような気がしたんですがね、5番さんが狂人かどうか考え、5番さんから霊能が出れば、あ、狂人はないんだなっていうふうに、すっきりするから、別に、それを言わなかっただけで、6を偽決めつけすぎなんじゃないかなと思って、なんか違和感がありますけど、9番さんはそれに対してなんか、2周目の一言で流しちゃってるんで、うん、なんか、7番さんもちょっと怪しいけど、9番さんも怪しいなって感じですね。今のところそんな感じです。3番のプレイヤーが発言します。はい、3番です。お願いします。どうだろう。6、8の精査あんまりついてないけど、俺も7番はちょっと6の偽を決め打つのは早いかなって思ったかな。で、一番気になってるのは1番さんで、6、8の発言を聞いて、6の方が真っていう理由がよくわかんなかったかな。で、2、5からもし例の対抗出てきたら、1番さん目線そこが強靭になるんでしょ。で、2号で出てきたら強靭だからそいつ釣ろうよって。いや、狼行かないのって思っちゃったかな。強靭釣ってもだって変わんないでしょ。なんで狼を。だって2号で出てきたらそこ、あなた目線強靭確定なんでしょ。もうちょい狼を探してほしいかなって思っちゃったかな、霊能さんなら。で、他の9番、2番は特にローチなしって感じかな。うん。4番のプレイヤーが発言します。いや、ちょっと暴論でしょ。直近の3番に触れると、霊能2枚出た場合は釣り切って、普通に占い精査だから。うん、まあけど6番の発言も発言で結構なんかおかしな部分はあったけどね。うん、まあどの辺がおかしいかっていうと、なんかあんまりね、グレーで自分が見たい色をあんま指定しないっていうか、なんか結構ね、弱気な霊能さんだなってぶっちゃけ思った。占い真偽に関しては全然フラット、6に関しては全然、まだ一人目の時の発言だからね。うん。まあそんな感じっすかね。2周目もっと頑張ります。5番のプレイヤーが発言します。はい、5番です。よろしくお願いします。
俺は占いに関しては今のところフラットに見てるかな。うん。もう俺も7番は気になったな。なんで太鼓持ってないのにいきなり6番さんを2セット決めつけてたのかなっていうのは思うな。乗り方もかなり不当だと思うしね。占い師目線ね。間違って霊能になっちゃうこともあるから出てきてほしいっていうのはわかるからさ。うん。かなり不当だったかなと思うけど、7番さんの叩き方はさ。うん。まあ。なんで太鼓持ってきてないのに偽物見てたのかなってのはちょっと気になるよね、やっぱ。うん。あとは強靭で見てるのよくわかんないしね。黒かの可能性もないしさ。まあ、今んとこわかんないな、どっちが。だって8番どっち。あ、やべえ。ちょっと待った。呼ばれちまった。6番のプレイヤーが発言します。空とかないの？はい、2周目ということで、盤面確定しましたね。俺は、ね、まずね、一番白いなと思ったのが3番。なぜかっていうと、3番っていうのは、霊媒がね、1番さんで一画するかもしれない、時点で1を叩いてた。これね、霊媒がね、1でもう一画したんだけど、これね、1番さんの、何俯瞰を、誘うことになるから、1番さんって3番さんを一本指定とかされる可能性もあるんだよ。なのに、3っていうのはそれも気にせず1を叩いてるっていうことは、3っていうのは村かなと思った。で、俺は釣りたいのは明確に7ね。本当に不当でしかない。みんな意味わかりました？ 5 番さん以外のとこから霊能がいるんだったら出てきてくださいって。なんでわざわざ言わなきゃいけないの？俺が。どこに霊能がいるかなんてわかんないよ。だけど俺は盤面固定のために一巡目で口頭で出てきてくれって言ってんの。ね。で、霊媒が二人出たら釣り切りって言ってんの。審議さ、わかんねえから。で、結果1番さん出てきてくれたでしょ？なんで俺がわざわざ5番さん以外のところからって注釈しなきゃいけないの？ 5 番さんが霊能かもしんないし、別にどこにいるかなんかわかんないじゃん。それも本当に上げ押し取りで、不当で、で、7番さんがおかしなこと言ってんのに、8番さんっていうのは、あれでしょ、いいこと言ったねって。これ、7、8、ロー、ローなんじゃねえかなって思ってますよ。はい。今日7すりますね。はい。7、一本指定です。はい。で、8番さんの白先の2番さんに関しては、今のところ、7番のプレイヤーが発言します。6番さん、僕、騎士ですが。6番さん釣りたいと思います。太鼓いますか？騎士ね。あ、9番さん騎士ね。オッケーオッケー。じゃあ6番さん行こう。うん。いいじゃん。じゃん。って納得できますよね。うん。だって確実に9番さんから僕にヘイトを向いていて、ね、全員から僕にヘイトを向いてるんですよ。うん。ありえないでしょ。うん、確実に明日、9番さんのこと僕は守りますよ。本当に。うん。おかしいでしょ。もう。この中に完全に僕にヘイトを向けてるやつが、完全に狼なんです。うん。そりゃそうでしょ。6番さんにヘイトを向けて何が悪いの？ 6 番さん目線、8番さんが一番黒くないんじゃないかな？にもかかわらず、僕を釣ろう？じゃなくて、6番さん、8番さん釣ろうが正解なんです。うん。僕じゃないです。6番さん。だから、僕は6番さん釣りたいと思います。以上です。8番のプレイヤーが発言します。8番です。まあ、6番さんの偽用としたら、7番さんを一本釣りしたとこ、騎士も考えずに、占い目線じゃないなと思って、俺、6は3が一番白いって言ったけど、俺、3の方が一番怪しいけどね。3番って7球、2周目かなって言うけど、7球って全然違うこと言ったんだけどね、進行論でも。うん、そこで3番さん、7球色落ちないって言ったのが、俺、3番の9なんか、7なんかめちゃめちゃ6叩いてるしね。うん、だから3番さん、その視点が俺は分からないから。うん、俺は今んとこ、6を狼で見て、6、3か、6、9か6、7と思うけど、今日は6番から行ってください。まあ、1番さんが、占い師じゃなく、騎士の守り先をちゃんと言えばいいと思いますよ。うん、うん。1番さんがどっちが騎士が神っぽいっていうところを自分で守らせて、まあ、どっちも破綻するからね、それでも。そこは1番さんのムーブに任せます。
今日は6番から言ってく6番の、あの、一本釣り自体はおかしいでしょ。騎士の、あれも考えずに。そこで何も言わなかったのがすごいなと思って。第一、7番さんがあんだけ強気だったら、役持ちかどうかってちょっと確認するけど、そこも確認しなかったんで、6番さん、強じなく狼かなと思ってますね。うん。そんなとこかな。今日は6に行って、多分黒結果出ますよ。やっぱ、白じゃないと思う。強靭じゃないと思ってるんで、以上。9番のプレイヤーが発言します。あの、そう、7番でいいよ。騎士から行って。うん、7級でいいよ。無駄だから。うん。あの、8番って本気で正座してんの？俺出る意味まずないし、7番って、9番、一緒に6番行こうって言ってる新騎士、どこにいるの？ 7 番して俺人外なのに、なんで一緒に6番、あの9番行こうって言ってる、本当に正座してる？もう7の芯なんて切れるでしょ？ 7 行って。普通に、まあ俺が芯だけど、納得できなければ、まあ、ロラしてる間に6、8が生き残ってれば2回寄らないんじゃない？例の、2番目と同じような感じだ。てか、7と9だったら分かるでしょ、もうどっちが進化。うん。6と8だったら、俺分かんないよ、どっちが進化。うん。で、俺は思うけど、基本7でいいよ。うん。確定人外でしょ。見て分かるでしょ、7番なんかもう。死んだと思ってる。なんで7番して人外である私と票を合わせて6番行こうなんて発言が出るの。うん、7番が人外なんだから、逆に俺6番に行きたくないよ。うん。8番も分かんないから、7番にしか行かないよ。7級精査でいいよ。うん。7級の方って分かりやすいでしょ。6、8って分かりにくいでしょ。俺も分かんない。どっちがあれか分からない状態で、たったこんな1周目か2周目かで6、8行くのただのギャンブルだよ。7級だったら、まあ、分かるでしょ。7級の方がたやすいでしょ。6、8ってもう分かるみんな。俺分かんないんだけど。7級で客観的に見て、7番の発言で芯があるんだと思いますかって話だから、7でいいっすよ。はい。1番。のプレイヤーが発言します。私6、8あったら6の方が C やと思ってしまうんやけどな。ちゃうんかな。っていうことは、いやな、2、3、4、5がどう思うねんって思うことやな。で、3番が一番殴りかなんやねんと思う。霊能ってさ、もう、タッタッタって出てきた方がいいやろ。ほんで、6番が占いで出てるから、もう私、タッと出た方がいいやろ。盤面が、もう、すっきりした方がいいやろ、と思ってんね。だから、3番がもらったら、めちゃめちゃお前ムカつくな、と思ってるかな。で、2、1、2番目やねんやろ。どうなんやろな。じゃあ、9番私守れるんかい？やったら7番釣ってもいいけど。6番殴りも、なんか不当やなぁと思うけどな。さぁ、トップであってもさ、別にな、占いであってもさ、別に普通に出てきてもいいんちゃうんとかって私思うけどな。と思うけど、だから私8釣って8黒出たんやったら、別に6決め打ってもいいんちゃうんかなって。ぐらい思っとったんやけどな。うん。ちゃいますの。うん。あんたらどない思ってんのって感じかな。はい。2番のプレイヤーが発言します。決めてくれないと困りますね、これ以降。まあ私は村、自分の村は知ってるけど、1番さんが8番さん釣りたいなら、8釣りでクロスボウへの指定をしてほしいし、なんていうか、なんか7釣りでもいい9番さんに守ってほしいっていうなら、はっきり言い切ってくれないと、票がばらけちゃいますね。まあ私も7番さんは偽だと思うが、6、8でその黒がね、釣れればすごく大きいんですよ。ほぼ村の価値格。で、クロス越えで狩りの審議はね、破綻するまでは、絶対噛めないし、新占いも、新霊能も。で、破綻したら狩りで一陣が、狩りというか騎士ですね。その間に今度グレー、新占い師さんが占っていけば、ラストウルフも絞れるっていうところなんですけどね。まあ普通に212なら占いから行きたいんだけど、7を詰めるっていう話であれば7番さんに行くんですが、それすらもちょっと曖昧だったでしょ、1番さん。だから票が結構割れちゃいそうなんですけどね。
まあ、もちろん棋士行くなら7番さんで、占い行くなら私は、そうだな、6番さんが役を確認しなかったっていう言うけど、まあ、7番さんにあれだけ叩かれると死んでもそう感情的になっちゃう可能性もあるかなと思ってるし、ちょっと審議は難しいとは思ってる。ただクロス越えのメリットが活かせないですね。まあ、わかりました。7番さんいきますよ。3番のプレイヤーが発言します。はい、3番です、お願いします。まず占いなんですけど、俺も6進かな、偏ってるかなって感じで、俺8番さんに言っとくんだけど、俺は2級は色落ちなしって言ったからね、7級つないから、そこ捏造なのか、あと把握漏れなのか分かんないけど、そういうところでちょっと8番さんの進ないかなって思っちゃったかな。だから、そこまで大差はないと思ってるんだけど、その7番さんを見てたことも分かるし、確かに6番さん目線の8は確定人外なんだから8いくんじゃないのっていうのは。でも、棋士の審議なんだけど、7級だったら9の方が断然白っぽいかなと思うかな、新っぽいかなって思うかな。7番さんは、それは把握漏れなのか分からないけど、自分の対抗出てる9番と表を合わせに行こうぜっていう発言、俺も気になったかな。どうだろうな。まあ、だから6、8の精査と7級の精査だと、やっぱ7級の精査で7の方が、黒っぽいから、俺も7行きたいかなと思ってんだけどな。まあ、2番さん言った通り、ちょっと1番さん最後曖昧にしたから票割れそうだなと思うけど、俺もじゃあ7行こっかなと思ってるかな。で、あと1個ありそうだなと思ったのが、結構序盤から6、7叩き合ってるからライン切りもあんのかなとか思っちゃったけどね。ないかな、それは。まあいいや。とりあえず、7番さん行こっかなって思うかな。以上です。4番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。自分はね、霊能が8行きたい行きたいって言うんだったら、占い師で言うなら8行きたいって言うんだったら、8の色を霊能さんに見てもらってクロス合影して圧迫してった方が絶対強いと思っているんで、今日は絶対占いから行きたいんですけど、で、どん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 隠し色作ってって、白圧迫していけば、あと、ラスウルイチ、グレーの1ウルフイチを、占い師さんが探せばいいだけの話なんで、で、6、8の精査だったら6の方が締めあるかなって思っている。で、どうしてみんな7を偽軸で置けるのかなってすごい思うんですけど、7が騎士だった場合って、6に関してのあの殴りは全然できるかなって思っている。で、怪しいなと思って、もし6が7占いして、7黒打ってきたら、騎士で跳ね返せるからね。そこまで考えてるのかなって思った、ぶっちゃけ。だから騎士に関しては全然フラットだから、6、8に関しては6の方が新芽が高いと思っているので、8を釣って、8の色を霊能さんに見てもらって、クロス合意した方が絶対強いと思っている。ただ、6の新要素っていう、新要素も全然拾えてないからな。全然俺にも触れてくれなかったし、両占い人も。だ、俺視点は、精査がクソ難しい。ただ、俺は占い行きたい。以上。5番のプレイヤーが発言します。はい、5番です。これちょっと抜けてってただ。さっき。よく聞いてなかった。やっぱ9番じゃない。1番さんの時に戻ってきたのが2周目なの。やめ、ごめんごめん。なんかあれなんだね。212になったんだ。6、8占い。7、9基地なんだ。へえ、そうなんだ。だから1番差は今日7駅なんだね。なるほどね。なんか、人気投票みたいな感じなの？まあ、俺はそうだな。騎士なら7生きてるし、占いなら8生きてるけど、今のところは。やっぱ眠くてダメだ。寝とけばよかった。
全プレイヤーの私が悪人ですって？もう怒りますよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは8番の遺言を発表してください。はい、8番です。まあ、俺、シーンなんで白しか出ないんですけど、3、4、5も5番に関しては生産もクソもしたくねえよ。寝とけよ、お前。3、4、どっちかな。3番さんに貸したら把握漏れしてたのは申し訳ないけど、4が今日8から行きたいで無理やり行ったのは、6、4、ローローに見えたな、ちょっと。まあ、そんくらいかな。はい、以上。狂人じゃないよ、ほんと嬉しいんだよ。一番もう、なんか、あれだな、沼ってる。夜が更けました。人狼に騎士の方は、夜のアクションを行って。売らないから、行くんでしょ？守んねえ。うん。6でいいんでしょ？もう守んねえから。売らないで、いくれのは守んねえ。どんな根拠がある？騎士の指示に従えないんだろ？うん。じゃあ、噛まれりゃいいだろ。もういいわ。もう。シングラナイを釣ってはならないから言ってんだよ。じゃあもう6シーンで置いてんだろ。じゃあ1守んなくていいよな。噛まれたら7番でいいんじゃない。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。1番2番のプレイヤーが発言します。3黒6番さんが4黒で護衛、なんかもう、一番さん、そうだな、鉢釣りの色はわかるんだけど、護衛指定ができなかったから、一番最悪な形ですね。カリーが、まあ、誰を守ったか知りませんけど、多分おそらくね、7、9番さんともに、6を守ったとか言うんでしょうけど、狩りの審議がつけられなくなってる。で、6番さん目線っていうのは、352が隠し郎ですよね。だから、まあ、6番さん釣るしかないかな。わかんないからね、6番さんの審議が。1番さん死んじゃってるから。で、6番さん釣れば確実に一陣がない。で、狩りはじゃあ、どこを守るかって話なんですよね。6が偽なら、2、3、5が別に隠し郎じゃないから、8番さんが死んだらね。だから、そこを守り先にしてもあんまり意味ないしって感じですね。まあ、6番さんいきます。3番のプレイヤーが発言します。あれ、カリウドは守り先は言わないんですか？これは。言わないですね。6が4黒でしょ？まあ、全然関係ないんだけど、2番さんの今の6番目線2、3、5、隠しろっていうのは、いや、それは違くねって思ったんだけどな。わかんない。普通に、違うよね。6番目線は別に2、3、5って隠し色じゃないよね。だから2番さんちょっとそれ、どうなのって思っちゃったけどな。でもこれでも6番から行くしかないですよね。いやもう、いやでもそうだな。もう全然わかんなくなっちゃったもんね。8番の色もわかんなければ。いや、難しいなぁ。いや、もう6行くしかないじゃないですか。すいません。4番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。6が偽です。自分は自分の村を知ってるんで、はい。6偽で、まあ、6人狼か狂人かはわからんが、まあ、1に関しては、クロス護衛の指示もできねえのか、このクソ霊能ってぶっちゃけ思いましたがね。
困ったな。俺、ぶっちゃけね、6、5、もしくは6、3だと思ってるんですよ。で、3の黒要素としては、あれなんですよ。3番さんが言っていた6の新世界線って、俺黒だったらもう仕事終わってんすよ。8で人外で7、9に人外いるんで。なんで視点破綻でも何でもないっすよ。それは不当っすよ。うん。まあ今日は絶対6行きましょう。はい。絶対6。この人偽なんで。ただその視点破綻っていうのはちょっとおかしいかなって思った。5に関しては精査不能。そんな感じですかね。6つってグレーで殴り合いましょう。以上。5番のプレイヤーが発言します。5番です。まあ今日6通しかないんじゃない、色味なくなっちゃったんだからさ。てかやべえな、普通一番多いじゃねえのこの盤面って。騎士さやべえな、この村色見れなくなっちゃったじゃねえかよ。アホらしいから俺は寝ます。8番も、ね、寝ろって言ったんでね。おやすみなさい。まあ冗談だけどさ、ああ、残念、残念。はあ。ちなみに俺さ、ジャッジメントのもやってんだ。関係ないね。うん。もうめんどいんで俺釣ってください。おやすみなさい。6番のプレイヤーが発言します。はい、4番さん占った黒でした。今日4行ったら、4、8、黒、黒で、多分終わると思います。で、4つって終わんなければ、これ、8が強靭で、9、7に、人狼がいるってことです。3番さんね、6目線、2、3、5が、隠し色になるのがわかんないって言うけど、まずね、言うよ、5番さんは俺の白先です。で、5は隠し色でしょ。で、4が黒なんで、2、3も隠し色なんです。わかる ?3 番さん。なぜかっていうと、4が黒でしょ。そうなると、俺の対抗の8が黒か、で、8が強靭だったら、7級に黒がいるから、2番さんも3番さんも隠し色なの。3番さん把握できた?それ。ね。俺目線、2、3、5は、隠し色です。はい、5番さんはね。初日の乱白だし、今日4行けば終わる可能性がかなり高いと思うよ。4、8、黒黒の可能性が、高い。はい。で、俺行くのはいいけど、絶対に最後4行かないと無理だからね。で、俺も格勝ちの、進行言うよ。7も9も俺のこと守って1が噛まれたんでしょ。で、7と9を、2と5を、クロス越えさせます。はい。で、7番さんは、何?俺のこと偽ってずっと思ってたから、じゃあ5守りじゃなくて2守って、ほんで9番さんは5守ってください。で、明日に、これで2か5が、噛まれたら、そっちの方の騎士が偽ってこと。はい、今日、俺は4行きますけどね。はい、7番。7番のプレイヤーが発言します。6番さん、アンサーする。うん。いや、あなた目線、確実に8番さんで黒で落ちてんだから、うん。だから、もしもっていうことはないわけです。僕は6番さんの立場だったら、確実に8番さん黒で押してるって確実に断言しますが。うん。これ6番さんから言ってもいいんじゃない?うん。8番さん死んでしょ、これ。うん。やっぱ6番さん。で、ラストウルフ。うん。おそらく5番さんでしょ。うん。4番さん絶対ない。うん。5番さんだと思います。今回は6番さん釣り、うん、安定で。安定でっていうか、もう、うん。安定じゃないな。もう確実に、うん、我々はね、釣るべき。うん、で、なんだろう。正直、村の皆さんに言いますね。僕さえ釣らなければ、キュッパスのこと確実に僕守れるんで。
だから、村の皆さんに言っときます。僕さえ釣らなければ、9番さんのことは確実に守れるから。うん、これだけ言ってきます。まずは6番さん、落として5番さん、かなって思ってます。以上です。9番のプレイヤーが発言します。うん、守りは入れません。今日は4番釣り、制裁釣り。1番は、役から行くと言った。7番と言った。それにもかかわらず8番に行った。自分自身がしたことは、規律違反だ。サッカーチームで監督の言うことに従わない選手、いらねえんだよ。何があっても4釣りだ。安定進行じゃない、制裁釣りだ。サッカーの監督の指示に従えない奴は、で、8番が白でした。ふざけんのもいい加減にしろよ。8番が黒だから1番噛まれてんだろ。一番も制裁で、俺は、守らない。守る価値がないと思ったから、俺は守らない。俺を覚えとけよ。俺が騎士の時に、俺の指示に従わず、騎士から行かない場合には、守り入れねえからな。俺が正しい。二一番目は絶対に騎士だ。七級生産もつけられない村は論外だ。戦う資格がないと判断して一は守りは入れない。ただ一がもう八にせと決めたのであれば、六進進行で行く。だから四番。四番は指示に従わなかった。2番3番はまだ7番に行こうとした。だから4番、48しか見えねえよ。もう何があっても4番だ。自分が規律違反をして、1番の指示に従わず、8が真にもかかわらず釣りをしたのはお前だろう。にもかかわらず1に暴言を吐く資格はない。お前は言い込んで悔い改めろ。自分がしたこと、これからは霊能の指示に従うと反省しろ。お前を叩き潰す、絶対に。何があっても4釣りだ。次の日お前が生きてでも俺は4番を釣る。お前に勝ちはない。全プレイヤーの発…ノーノーノー。4番が決めたんだろ。終了しました。俺は言ったよな。6、8の精査がつかないって。の遺言を発表してください。いや俺ガチで村なんだけど。じゃあ9番さんさ、なんで1守らねえの。いや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 、もうまあ9番さん多分人外だから別にいいんだけど、パッションで俺釣りをしても。じゃあもう7級精査しっかりしなさいよ。いや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 、はあ。夜が更けました。人狼に気をつけ、騎士の方は夜のアクションを行ってください。もう2番しか守っとこねえよ。5番噛まれないだろ、下子ちゃん。2番しか守るとこねえよ。2番しか守るとこねえもん。だから知らねえよ、もう2番しか守るとこねえよ。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。7番のプレイヤーが発言します。うん、マジか。2、3、5の中にでしかない。で、6番噛まれてるんだよね。5番も、8番も噛まれて、6番も噛まれてる。うん。っていうことは、新教だな。うん。新教。うん。って考えると、狼は、うん、狼と、6番と8番のラインは繋がってないと。うん。この中に、うん。確実に二人がいる。
僕目線、もう9番さんではないのは確実だから。どうしよう。やべえ、めっちゃ考えてる。68は新居。68新居ね。だとするならば、この中に二人街。二人街。九番さん弾いてね。二人街。で、昨日の投票結果。4に行ってるな。4に行ってるやつが怪しいな。2965です。9番のプレイヤーが発言します。相手7でもいいでしょ。もうそれでいいよ。だって6カーマ出てんだからもう5村、2って隠しろだよ。わかってる ?6 してもう4黒出てるってことは全人がよろしくなんだから。それとも7ってふざけてんの ?KCCO。2番黒だったら大問題だからね、これ。7番のやってるプレイが。表面上は2番隠しろになるんだけど。1番とか4番とかには分かってもらいたい。精査が6にできねえやつが、212番面で占いから行くってちゃんちゃらおかしいんだよ。俺みたいにトップレベルのやつが、騎士だって言ってんだろ?君たちよりも精査が数倍できるやつが、騎士だって言ってんだろ?分からせるために守んなかったよ。今後守んねえから。212番面で占いから行くっていう、もう例の音がいいだら。で、占いから行ったやつ黒出されたら釣るから。当然釣る押すから。意地でも。分からせなきゃいけないから。もう、3番釣って、終わんなかったら27精査したら。そうなったら7番一体何なんだろうってなるけど。もうそういう6進進行で行くんでしょ?もう6噛まれてんだからもう3でいいでしょと。終わんなかったら基本7だけど、そうなったら2番、7番って何なんだろうって話になるけど。いいでしょもう。それでいいって決めたんだからもう3でいいでしょ。それ以上言うことなんかあんの?しゃあないでしょ。あのさ、212で占いに行かなきゃいけない。騎士が怒ってんだぞ。正しい進行を取ってないんだからもう、俺はもう守りも入れない。6が死んだんでしょ?だから黒打たれて。逆らったやつを釣る。当たり前だ、3番釣る。2番のプレイヤーが発言します。まあ、6番さんが死んなら、もうカリロラで終わりじゃないですか。6が噛まれる意味って、カリで審議つけられたくないだけですよね。で、7番さんが、なんか9守り、9守りって言ってて、なんか強靭ムーブしてるのかなと思ったけど、ムラスラしてますよね。7番さんのムラスラがちょっと本当にムラリないんですよね。だから7番さん陣内だと思ってますね。だから 7から釣るっていうのが普通の意見なんじゃないですか。9番さんなんで3番さんからないんですか。だって俺も冷静に考えてなかった。2番の合わせるわ。2番に合わせは7でいいよ。まあ確かに白出てるけど、7からでしょ、普通9番さん。だって7番さんっていうのは、212番面って一番大事な初週の位置を濁して、使用して、ようやくすらなんですよ、この人。全然ムラリないことしてますよね。それなのに、そのムラスラを信じて3から行くっていう発想。7級ロラでいいと思ってますけどね。普通に考えて。7位いきます。3番のプレイヤーが発言します。いや、俺も7行きたいけど、9番差なんで俺なんだ?俺があれ、6番に投票入れたからってこと ?9 番さんが言いたいの。4、6の番で6に入れたからってこと?で、6進、6進だったら ?6 が噛まれたら6進だよね。で、4黒でしょ?この試合はもう負けでもいいから、騎士と4番、1、4に説教するための試合だから、8進つってんなら大問題だからな。覚悟があって言ってんのか。100% の精度があってやるんだよ、そのプレイ。9番さん守れますよって言ったら。あやふやな精度で8つってんじゃねえよ、まず。だから4番つるんだよ、意地でも。何があってもつるんだよ。
一応守んないんだよ。気持ちを示すよ。7番で。人狼殺のプレイを変える。5番に関しては。岸から行く。正しい進行を取れないやつはもう守んない。俺が釣られても知ったこっちゃない。この試合落としてもやる。俺の気持ちを伝えるんだよ。間違った人狼殺を。正しい人狼殺に変える。やべえね。ほんと。俺が言う、ふざけて言われるようなんだけどさ。7番も9番も自分目線、対抗人権のはずなのに釣り押さねえのやべえな。7番降りてっけどさ。降りる前なんかやった7番か9番守る今日のとかわけのかないって言ったから変だなと思ったけどさ。あ、じゃ自分目線相手に偽物の確定なのにさ。7番9番もとかわけのかないって言ってたからびっくりした。9は9でさ、7番人海確定なのに3番2とか言ってるけどさ。やべえな、これ。てか、あとなんか4番は4番でなんか村を知っていいとか言ってたし、なんか嫌な予感すんだよな。全員、いや、聞かないじゃないのか、この村。みんなふざけてんじゃねえの。なんかみんなふざけてんしょ。誰だよ ?4 白なの ?4 番が8いってるってことはない。4番の相方が誰がいんのめんどくさいんでも俺釣ってくんねえからもう嫌なんだけど、言いたくないこと。俺もわけわかんないっつうか、7番の、だから7番を釣れって言ってんのに言うこと聞かねえで、噛まれた方がいいだろ、むしろそいつが大体真なんだから。噛まれたところから推測できんのに、何考えてんだろ。一番いいプランっていうのは、真を残して、真占いが真守れるっていうプランだけなの。それだけが、そんな薄いところが正解なのに。関係あかんない。ならでいいんじゃない ?2番もやし。もう俺つってよ、もう。俺黒だから。6、5だと票が合わねえよ。7って何なんだよ、一体よ。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。3でいいよ、とりあえず。何言ってんだよ。言うこと聞かないやつですよ。だからもう決めたから、この、だからさ、ちゃんと守ってくれてると思ってんの？騎士の言うことに従わねえで守ってもらえると思ってんの？マジで。なんでやんなきゃいけねえの？投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、7番の遺言を発表してください。はい、スモラです。以上です。何やってんだよ。人狼に気をつけて、7がスモラなら全然変わるんだけど。守り入れらんねえじゃん、こんな。万が一のために5番守っとく。これ守り入れらんねえじゃん。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。3番のプレイヤーが発言します。はい、3番です。あ、誰も噛まなかったんですか。じゃあ本当にやる気ない5番さんが黒で終わりですか。これ6時髪ですか。違うんですか。7で終わんないんでしょ。これ何、6進で見たら5が白で、8進で見たら2が白でしょ。で、9って2白置きしてなかった、6進で見てんのに。ごめん、間違ってたらごめんね。で、9って 6が噛まれてるから6が6進で、だって6進だったら2の色ってまだわかんないよね。片白だよね。それで折り切ってるって。これ7が本当に騎士だったんじゃねえのかなってちょっと思っちゃったかな。間違ってたらごめんね。で、これ、噛まれてないってことは5番が本当に黒なの？ 5 番のプレイヤーが発言します。いや、7騎士なら降りねえだろ。意味不明だな、7騎士で村すらとか。一滴もいいってことはそんなの。あ、北西。もう俺はどこでもいいけどね。3番の発言おかしかったけどね。もう俺は別に自分に投票するからいいよね。9がとイラつく暴言かもしれない。9の音声をきっとこう暴言入ってくるかもしれないから、こいつ。聞かない、押しとこう。はい、これでもう9番の声は聞けません。
まだまたうるせえ棒に入ってくるかもしれないな。なんかうるさくてしちゃうんだから、来ててムカついたからさ、9番のさ。まあもう聞こえないにしても聞こえないけどね、俺。残念でした、9番さ。もう俺自分に投票するんで。9番のプレイヤーが発言します。うん、2番か3番じゃない？うん。とりあえず形上5守りはしてる。うん。6行って2行って5。うん。そう。3番でいいんじゃない？うん。あんたは2番を押す姿勢ないのかよ、まずよ。うん。俺の指示にことごとく従わねえよな。4番でよかったじゃねえか。なんで6番言ってんだよ。1番との規律違反してるんだろ？約束を守ってない人間だから釣るんだよ、もう。それで8番白でしたって何言ってんだよ、まずよ。8番死んでしたって。あれほど騎士から行けって言ったよな。それにもかかわらず約束を守ったんだから、守ってないんだから、それで6番から黒を打たれて、8死んだったんですかって。いや、そんな精査しかできない人間をやるべきじゃないんだよ。2番の陣外もあるよ。だからもう3でいいんじゃない、もう。2番の陣外要素7、9で追ってるって7すらしたんだろ。すらしたやつで俺真確定だろ。7の教授、騎士があるんですかって言ってる時点で3、2、3どっちも黒いよ。もうしょうがないんだよ。1番が言うこと聞かないから。7だって言ってんのに、あれほど。騎士から行くんだよ、進行は2、1、2は。騎士の言う通り従わないやつ守るわけねえだろうよ。だから1とか4とか血祭りにあげるよ。7番の騎士追ってる、やばいだろ。もう3番でいいよ。もう6進進行で行くんだろ。で、4番に入れられなかったから3番でいいんじゃない、もう単純に。2番だったらもう仕方がないよ、もう。3番行きます。2番のプレイヤーが発言します。なんか、あのね、釣られた後ムラスラしてるから9番さんの進は確定したんですよね。あれが死にながら新騎士 でしたとか言えば、別ですけど、まあ、そうなると、5番さんグッチをってことは、3番さんですよね。なんか7番さんが変なことしてるから、かなり混乱したって感じですね。6進の8強、3、4。まあ、3番さんはなんか、確定白が把握できなかったり、そういう人なのかと思ったら、黒ってことですね、これは。2番もあるけどね、うん。もういいよ。3番が悪い。心でゲームをするんだよ。たとえこの試合を落としても。以前ね、一度やった人で、こういう人いたんですよね。ずっと笑ってて、まあ演技だと思うんだけど、最後になんか間違ったね、精査して、村負けちゃってるんですよね。まあ、3番さん入れます。しゃあねえよ、もう。5番もあるけど、もうしゃあないよ。俺を悪者扱いすんな。霊能は騎士の指示に従えない奴をもう守る価値がないから。これは覚えとけ。騎士が偉いんだよ。騎士様お願いしますだったら騎士行けよ、まず。何占い言ってんだよ。俺は反省してもらうために釣る。四三は、たとえ村でも釣り押す。追放されるちゃんと心でゲームするんだ。おっしゃーヒロシャーの陣の札なんで六冠だのよし。心でゲームしたら絶対に6を信じ続ける。うん。2兄弟、いるんだから。6残してたら6を釣り縄に使えたよ。うん、なんで6噛んだの ?6 噛んだら粒じゃん。6噛んだら5をしろっていうことも露呈しちゃうし。だ俺目線は7級で7が黒だと思ってたからグレー1の出したよ、ね、監督の指示っていうのは霊能だっただろ。霊能は7番だけど、俺目線はそこ階段だから。だから4番を釣る。これはもう6進進行と言ってんだから。だから絶対3番に占い飛ぶはずないんだよ。だからなんで6噛んだのかってマジで思ってんだけど。普通、逃げやがった。いや、噛んでも6進進行なんで。もう、にしろでも、私も。だから俺噛まなきゃ、7黒だったからね。私は意地でも、はい、3番釣りますよ。9番はいいよ、別陣営だから。うん。俺噛まれたら7黒打ちだから、7釣っ